アガルカットスペースモンキーズ TV こそ。さあ、やってまいりました。四季のバスソリー。今回は冬編ですね。まあ、12月1日っていうことでですね、もう冬の釣りにシフトしていく時期ではなかろうかっていうところでね。今日も図説と、実況動画で冬の釣りどうやるのをやっていきたいと思います。毎年やってますね。もうね、これ5年目になるんですけど、毎年同じこと言ってます。ということでね、冬の釣り基本編っていうところでね、解説説を混ぜてスタートしたいと思います。それでは行きましょう。レッツスタートです。どうも皆さんこんばんは、ジョニーペプラです。今回はこのアニメーションを作っての図説の解説を担当させていただきます。よろしくお願いします。まずは秋の釣りをおさらいしていこう。ストラクチャーにつく小さい生物をブラックバスたちは惜しげなく泳いでバクバク食べまくって移動をしているのが秋だ。今回冬はこの移動し始めたバスたちが放射冷却、つまり冷たい風によって水温が低下したフィールド、より安定した水温の場所を求めて移動し始めるのがこの時期だ。これまでが秋の季節となる。季節も進行して冷たい風になぶられた水が徐々に徐々に水温低下を起こしていく。そして雨、風、そういったものの影響で季節は進行して冬になっていく。水温が低下するとバスたちは一体どこへ移動してしまうのか。おっと、ちょっと字が汚いので早送りしよう。そう、この水温低下がキーポイントになる。バスたちは冷たい風と水温低下によって一番池の深い場所へと移動するのが基本である。秋はシャロー、そう、浅瀬から小さな小魚を食べるために右へ左へせわしなく食べていた。しかしこの冷たい水温低下によりバスたちの行動はより深い場所へと移動するのである。また餌となる小魚たちも自分のいる一番居やすい浅瀬より一段下の深い場所へと移動する傾向にある。これを狙い冬でも十分に体力があって大きな個体のブラックバスはこの小魚を狙って捕食活動に動くのもこの時期である。つまり冬は一発デカバスのチャンスも十分にあるということだ。ただ諸説言われることは約1週間に1回餌を食うぐらいのペースらしい。ということで冬のね釣りって実はそんなにこう難しいことじゃなくて単純なんですよ。寒くなったら下に落ちて春を待つっていうのが、まあこれが基本的なもので、ごくごく稀に1週間に1回その小魚たちがシャローにいて1個シャローをしたやつをでかい個体がパクってね食いに行くっていうのは大体1週間に1回っていう風な説があるらしい。本当に地域の差があるんですけど、毎日のように食ってる地域もねあるんですよ。冬なのにバクバク食ってるやつもいれば、もうその冬の時間帯はずっと越冬し動かないなんていうような地域もある。本当にこれ地域差があるのがバス釣りの特徴で、やっぱり水温にね差が出てきてしまうのではないかなというところがあります。そこで基本的なところを押さえると、バスたちは一番深くて水温の安定しているボトムでじっとしていることが多いっていう感じですね。じゃあそのために有効なルアーをちょっと持ってきたので見ていきましょう。はい、まず前回も登場しましたメタルバイブ各種と、まあメタルバイブつながりで、あとはバイブレーションなんかも冬の定番のルアーになる。とにかくフィールドの一番深い場所って割と遠いんだよね。だからこそこういった重めの、ルアーメタルバイブを使ってそこまでトーンと飛ばしてストーンと落としてブルブルっと上げてストーンと落とす、こういった釣りがね、冬では定番になってきます。これどうしてやるかっていうと、冬にバスたちってなかなか動けないんだけど、バスの特徴として目の前にスピードのあるものやギラついたものがストッと落ちた瞬間に反射神経で口を一瞬だけバッて開いて食っちゃうんですよ、目の前のやつを。人間も一緒で、目の前に例えばボールが飛んできたりすると目をつぶったり手で避けたりうわってなったりする。これをね反射神経って言うんですけど、バスたちもそれを持っていてリアクションバイトというような名前で、バス用語で言われています。それをバスのいるところにめがけて何十メートル先にバーンと飛ばしてじーっと待ってるバスの口元にストンと落とすような釣りだから、冬の釣りはバスがそこにいるって分かっててもなかなか釣れない、ちょっと、海要素が高いっていうのもこれまた難しい特徴なんですね。で次は巻物でスピナーベイトも有効です。であとはこういったディープクランク、地域差によっても特徴が出てしまうのがバス釣り。こういったスピナーベイトをスローロールと言いまして、思いっきりドーンって投げて何回も同じところをゆっくりゆっくり通して
バスたちのいる目の前にこういったギラつく大きいものを通した時にバフッと口を使わせるスピナーベイトを使うのも有効である。で、あとはこういったクランク、これはディープクランクと言いまして、ボトムまでぐーっと潜っていってゆっくりボトムを叩きながらリアクションバイトを誘発させるのも一つの手であるという感じですね。あとはこういった小さいワーム、認知サイズのエビや、小さい小魚、もしくはストレートワームだったら細身で短いやつ、こういうのもダウンショットにして一点集中でずっと誘い続けるっていうのも冬の釣りの特徴ですね。ということで今日はまあ実況交えて、まあ、魚釣れなかったんですけど、まあ、こういった感じで投げていくと効率のいい冬の釣りができますよっていうのをちょっと取ってきました。また早い、ね、時期の冬と遅い時期の冬では攻め方が変わってくるんですけど、できる、まあ、全体的に通じて言えるような攻め方をしてます。ということで冬の釣りはですね、まあ仕事終わり仕事始めの1時間ね、ちょっとスポーツパッパッパッとしゃくって終わるってぐらいがね、多分ちょうどいいかなっていうふうに思います。釣れない釣れないで悩んでいても、まあ子供の時期難しいんでね、釣れないのがね当たり前だと思って1時間ちょっとしゃくりって運動するかっていう気でいくのがいいかもしれませんね。っていうところで VTR スタート。はい、ということでですね、どうにか釣りに来れています。釣りに来れるだけでもね、釣り場に行けるだけでも今は本当に幸せです。ということでですね、冬の、バス釣りどうやるのっていうところで、バイブレーションとかメタルバイブを使ったね、今日は釣りのご紹介という、まあ、感じで話は進んでるのかな、つう形でですね、まあ、どういう風に投げるか、どういうところを狙うかっていうところをね、軽くね、ちょっと実況交えてやってみようかなと思います。行ってみましょう。寒いね、やっぱり。飛ぶ。もう、でもやっぱ PSP の方が飛ぶな。PSP は向こう15メーター飛ぶな。結構なんかバーサタイルって言ったら 6.8 あたり7フィートちょい、あと5ちょっと5センチで7フィート、うん、行くのがやっぱりおかっぱりからのこちらを僕の基準になってるな、うん、自分のねリフト&フォールもだるくなってくると俺結構ねボトムゴリ巻きしちゃうんだよね。それもゆっくり巻くんじゃなくて結構スピーディーにこんな感じで巻いちゃう。でもね、うかつにね、ボトムを叩きすぎると目がかりなんてこともあるんですが、これなんかリードがあまりねえな。よし、どう圧倒的に細かく刻むときはやっぱりハイギアがいいですよね。ローギアだとこの細かいスピードになれなくて、結局ボトムをしっかり叩かないままふわふわ浮いてっちゃうんで、しっかり落として軽くポンって上げて、ポンストンキュン、ポンストンキュンって巻いて、ポンソン9巻いて、ポンソン9。このレスポンスの速さは俺結構好きですね。よし、左端から狙っていこうか。で、扇形に投げるのがね、あの手っ取り早いというか、効率的なんでね、左からこう、扇を描くように投げてって移動みたいな感じかな。まあ、まだ冬って言ってもまだちょっと早い冬ですけど、秋なのか冬なのか、狭間の場所なんでね、季節なんでね、もう結構乱眼でいきたいと思います。本当はね、冬って言ったらもう実績のある場所一つから動かんっていうのが自分の釣り方なんですけど、今はちょっと乱眼してもいいかなって。着いた、ナイスキャスト。畳1畳分ずつぐらいずらしてキャストしてくる。していくね、ライン走ってるね。まだボトムつかないですかね。これが止まったら地面についたという印サインです。まだ落ちる。今止まった。一発目のしゃくりって割とかかったりするんだよね。だから割とメリハリつけてやった方がいいかなと自分では思ってます。こう糸がねダルンってなっちゃってるんで、適当に糸拭き取ってうんって鳴らしてからスーってやり始めると、割と一発目のフォールで食うバスも多いんで、しっかりとそこは強めに当てていくのが自分流。特にねディープで集中的にしたいときはこうリフト上げたらちょっと糸の抵抗を手で感じつつ、ポンっていう感覚が乗ったらスー、それまでこうスローカーブ、カーブフォール、スローカーブフォール。今のはバイトっぽいな。
ロッド一瞬止まったよね。グンって入って。今のは魚っぽい。コイかな？なんだろう？でかかったよ、多分。バスじゃないかな。その後普通に抜けたもんね。ぶつかったね、ワンっつって。ブルって言った。今のはもう、ストラクチャーとかそういうレベルじゃない。今のは、なんか魚。たくさんのメーカーからいろんなルアーが出ていますので、まあ、その時のね釣れたパターンを覚えておくっていうのはやっぱり重要じゃないかなと思います。一度ねこの冬の時期本当に長い時間釣れないことがあると思うんですけど、一回魚に触ったとか例えば釣れたっていう経験値があるとそれが本当に生きてくるので、その経験を忘れずに、その感動を忘れずに、冬もバス釣りにやっていきましょう。あとねコロナウイルスがねまたねまた猛威を振る可能性がありますので、十分感染対策をとって釣りに出かけてみてはいかがでしょうか。ということで以上スペースモンキー TV でした。バイバイ。